こんばんは松本亮です新社会人の皆さん入社おめでとうございますご卒業おめでとうございます晴れて社会人ですねただサラリーマンになった皆さんは金持ちになることができませんということで今日はねあの一冊の本をね紹介したいんですけどもね金持ち父さん貧乏父さん まあ知ってる人も多いかと思いますが改めて僕はお勧めさせていただこうと思います冒頭で説明した通りサラリーマンは金持ちになれないんですねここにも書いてありますけどもまあそもそもねえっ、ー、と金持ちの定義っていうものから話していこうと思いますけどもこの本においてですね金持ちというのはあのいかにお金を持ち続けることができるかという点 持持ちち続けけられる人が金持ちといいうわででございますでじゃあなんでねサラリーマンが、えー、金持ちになれないかというところを説明していきたいと思うんですけども、まあ、そもそもねあの金持ちの定義と金持ちの尺度というかねどうやって金持ちを測るかっていう富のね、あのー、尺度をねこの本で言ってるんですけどもねそれが何ですかと申しますと。 富、ある人がどれだけ富んでいるか富を持っているかっていうことを示すにはその人がこの瞬間働かなくなった時にあとどれくらいの時間生き延びることができるか生活できるかということをもって富とするわけですよこの本では。意味わかりますかつまり例えばですけど今じゃ働かなくなくったとして どれぐらい生き延びられるかっていうのをねちょっと想像してほしいんですよ例えば貯金が0円の人もう明日から働かなくなってしまったらどうですか家賃も払えない生活費も払えない食べ物も買えないわけですよこれは金持ちではない逆に言うと貯金がいっぱいある人1億2億うんこれは金持ちですねもしかしたら一生暮らせるかもしれないとは別にまた えとこの本の中では、まあ、貯金とかじゃなくてのほかに金持ちっていうのは2種類いるという二種類金持ちになるためにはこの2種類の人間になれと1人がビジネスオーナーもう1人が、えー、投資家ですねじゃあこの2種類がなんで金持ちかというとまずビジネスオーナービジネスオーナーっていうのはビジネスを所有している人ですよね自分でビジネスを持ってると。 つまりは自分が働かなくても自分の代わりに誰かが働いてくれるっていう環境仕組みがある人のことを指してるんですよ例えばですけどもまあファーストリテイリングの柳井社長はね今この瞬間に働くのをやめたところで世界中のユニクロが止まるわけではないですねオーストラリアのところでは、えー、営業中ですし世界中のどっかでは物がバンバン売れてお金が稼がれて稼いでくれてます他の人がね だから2つ目の投資家投資家っていうのはねあのお金に働かせてお金を稼ぐ人のことを言うんですねですから例えばですけども不動産投資をしてる人で毎月家賃収入がある人だったらどうですか働くの自分が働くのをやめたとしても毎月決まった額が家賃収入として入ってきてそれで生活できるかもしれない。 いうわけですよっていう考え方どう思います結構妥当だと思わないですかねだから逆に言うとサラリーマンになるということは雇ってもらうということですよねなので明日働くのやめた瞬間に収入の道が断たれてしまうというわけなんですよね 金持ちにはなれなれいとあとどれくらい生き延びられるかというのを考えてほしいんですよサラリーマンの場合だからよくよく勘違いされがちなのは金持ちイコール年収1,000万の人みたいなね稼ぎが多いイコール金持ちではないということなんですよ必ずしもだってね年収1,000万月100万稼ぐ人だとしても 自分が働くのをやめてしまったら、あるいは働けなくなってしまったら、その瞬間に生活ができなくなってしまう、生き延びることができなくなってしまうかもしれないわけです。よ。なので、こういう意味においてね、サラリーマンは金持ちになれませんと。じゃあ、どうやったら金持ちになれるのか、どうやったら先ほどのビジネスオーナー、あるいは資産家になれるかというのを、 まあ具体的な手段というよりも考え方とかね金持ちの考え方はどういう風なのかとかっていう思考法みたいなところ金持ちの哲学みたいなところをまとめたのがこれ続きはこれを読んだ方がいい読んでみてください非常に面白い金持ち父さん B ーボートさん以上です 例えばですけど、今、じゃあ、働かなくなったとして、どれくらい生き延びられるかっていうのをね、ちょっと想像してほしいんですよ。例えば、貯金が0円の人。もう明日から働かなくなってしまったら、どうですか家賃も払えない。生活費も払えない。食べ物も買えないわけですよ。これは金持ちではない。逆に言うと、貯金がいっぱいある人。1億、2億。うん。これは金持ちですね。もしかしたら、一生。 せるかもしれないとは別にまた、えー、とこの本の中では、まあ、貯金とかじゃなくてのほかに金持ちっていうのは2種類いるという2種類金持ちになるためにはこの2種類の人間になれと1人がビジネスオーナーもう1人が、えー、投資家ですねじゃあこの2種類がなんで金持ちかというとまずビジネスオーナー ビジネスオーナーというのはビジネスを所有している人ですよね自分でビジネスを持ってるとつまりは自分が働かなくても自分の代わりに誰かが働いてくれるっていう環境仕組みがある人のことを指してるんですよ例えばですけどもまあファーストリテイリングの柳井社長はね今この瞬間に働くのをやめたところで世界中のユニクロが止まるわけではないですねオーストラリアのところでは、えー、営業中ですし世界中のどっかでは物がバンバン売れてお金が稼がれて稼いで くれてます他の人がねだから自分が働かなくなったとしてもお金は入ってくると2つ目の投資家投資家っていうのはねあのお金に働かせてお金を稼ぐ人のことを言うんですねですから例えばですけども不動産投資をしてる人で毎月家賃収入がある人だったらどうですか働くの自分が働くのをやめたとしても毎月決まった額が 家賃収入入として入ってきてっきそれで生活できるかもしれないとちゅうわけですよ。っていう考え方どう思います結構妥当だと思わないですかねだから逆に言うとサラリーマンになるということは雇ってもらうということですよねなので明日働くのをやめた瞬間に収入の道が断たれてしまうというわけなんですよ。 ね、金持ちにはなれないとあとどれくらい生き延びられるかというのを考えてほしいですよサラリーマンの場合だからよくよく勘違いされがちなのは金持ちイコール年収1000万の人みたいなね稼ぎが多いイコール金持ちではないということなんですよ必ずしもだってね年収1000万 月100万稼ぐ人だとしても説明していきたいと思うんですけどもまあそもそもねあの金持ちの定義と金持ちの尺度というかねどうやって金持ちを測るかっていう富のねあの尺度をねこの本で言ってるんですけどもねそれが何ですかと申しますと富ある人がどれだけ富んでいるか富を持ってるかっていうことを示すにはその人が この瞬間働かなくなった時にあとどれくらいの時間生き延びることができるか生活できるかということをもって富とするわけですよこの本には意味わかりますかつまり例えばですけど今じゃあ働かなくなったとしてどれくらい生き延びられるかっていうのをねちょっと想像してほしいんですよ例えば貯金が0円の人もう明日から働かなくなってしまったら どうですか家賃も払えない生活費も払えない食べ物も買えないわけですよこれは金持ちではない逆に言うと貯金がいっぱいある人1億2億うんこれは金持ちですねもしかしたら一生暮らせるかもしれないとは別にまたえっ、ー、とこの本の中では、まあ、貯金とかじゃなくてのほかに金持ちっていうのは2種類いるという2種類 金持ちにになるためにはこの2種類の人間になれと1人がビジネスオーナーもう1人が、えー、投資家ですねじゃあこの2種類が何で金持ちかというとまずビジネスオーナービジネスオーナーっていうのはビジネスを所有してる人ですよね自分でビジネスを持ってるとつまりは自分が働かなくても自分の代わりに誰かが働いてくれるっていう環境仕組みがある人のことを指してるんですよ例えばですけども まあ、ファーストリテイリングの柳井社長はね、今この瞬間に働くのをやめたところで世界中のユニクロが止まるわけではないです。ね、オーストラリアのところでは、えー、営業中ですし、世界中のどっかでは物がバンバン売れてお金が稼がれて、稼いでくれてます、他の人が。ね。だから自分が働かなくなったとしてもお金は入ってくると。二つ目の投資家。投資家っていうのはね、あのお金に働かせてお金を稼ぐ。 人のことを言うんですねですから例えばですけども不動産投資をしてる人で毎月家賃収入がある人だったらどうですか働くの自分が働くのをやめたとしても毎月決まった額が家賃収入として入ってきてそれで生活できるかもしれないちゅうわけですよ。っていう考え方どう思います結構妥当だと思わないですかね。 だから逆に言うとサラリーマンになるということは。